皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。この前、友達から500円札をもらったの。昔のお札だし、プレミアになるかな。500円札は岩倉朋美を肖像にした紙幣であり、旧札新札含めれば、1951年から1985年まで発行され続けていた。発行数の多さから特別な理由がない限り、高価格で落札されない。エラープリントや投資番号が珍しいなら、1万円くらいにはなるかもな。思ったほどの金額にはならないわね。てか岩倉朋美は、このチャンネルの幕末から明治を舞台にした動画に時々登場するけど、経歴は詳しく知らないわね。詳しく解説してほしいわ。最近は幕末明治期の動画を作成してないからちょうどいいな。それじゃあ今回は岩倉朋美を解説する。彼は下級くげながら倒幕の原動力となり、明治維新後は明治政府の首脳部に君臨し、日本の近代化に貢献した人物だ。できるだけわかりやすく解説していくぜ。ワクワク。岩倉朋美は幕末から明治に活躍した公家であり政治家。幼名を金丸と呼ぶ。家柄が身分に直結する公家社会の中、岩倉は下級公家ながら当時の天皇である孝明天皇から信頼され、幕末における公武合体などの改革に関与した。公家は天皇に仕える貴族のこと。公武合体は朝廷と結びつきを強めることで、弱体化する幕藩体制の強化を図ろうとした方針のはず。幕末の日本は黒船来航以来、混乱の渦中にあったわけで、岩倉の存在は孝明天皇的には心強いわね。そうだな。ただ国内で尊王攘夷。つまり、天皇を尊び遺跡である欧米列強を退けるという思想が蔓延する中、砂漠派と見られた岩倉への批判は高まる。岩倉は文久2年1863年に蟄居と出家の処分が下り、5年もの間謹慎生活を送る。ただこの間も岩倉は同志と交流を続け、薩摩藩の大久保利通たちと倒幕派に鞍替えする。やがて徳川幕府に代わり明治政府が発足した時、岩倉は明治天皇の近臣として、岩倉使節団の全権や藩籍奉還の推進などで活躍した。岩倉使節団の写真は教科書で見たことがあるわ。岩倉は日本の近代化に大きな功績を果たしたと。てか岩倉は明治天皇の近臣として活躍したらしいけど、もともと仕えていた孝明天皇はどうしたの？孝明天皇は慶応2年1866年に崩御するが、タイミングの良さや急な病状の悪化から、岩倉がその死に関与したという噂もある。また岩倉は大久保と限りなくアウトに近い方法で、天皇を中心とした政府を樹立した。個人的に岩倉は孝明天皇の死に関与していないと思うが、岩倉の生涯を解説するということは、幕末の日本の暗部に触れるのと同じだな。確かに岩倉はかなりの悪人顔だし、策謀家と言われたら納得だわ。幕末から明治維新における岩倉の動向に、倒幕を成功させた手法。気になることばかりね。わかりやすく解説するぜ。ちなみに幕末から明治維新に至る過程は複雑で、一つの動画では解説しきれない部分も多い。このチャンネルでは、他にも幕末から明治維新の人物に焦点を当てた動画もあるので、こちらの再生リストから視聴してほしいぜ。それじゃあ今回は、徳川幕府を朝敵に仕立て上げた幕末の黒幕、維新実決の一人である岩倉朋美について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。岩倉朋美は文政8年1825年9月15日、京の地で供養堀川泰親と義子の次男として誕生する。幼名は金丸という名だった。公家は本音を口にせずは異極的な物言いを好むが、金丸は現実主義かつ直接的な物言いを好み、幼少期から異彩を放っていた。13歳の頃に金丸は儒学者布施原信春から学問を学ぶが、金丸は授業中に同窓の中身門常幸に、将棋で知略を高めることを提案する。知略を高めるためとはいえ、授業中に将棋はダメでしょ。いや布施原は金丸が大物になると確信し、友人で男児のいない供養岩倉朋康に、金丸を養子にすることを提案。金丸は天保9年1838年8月、14歳で岩倉家の養子となり、布施原から朋美の名を選定される。また時期は不明も朋康の次女聖子と婚姻し、二人の娘にも恵まれる。まあ岩倉には多くの妾がいて、彼女たちとの間に多くの男児を設けるが、才能を見込まれて岩倉家に養子入り。順風満帆な人生ね。ちなみに岩倉家は公家の中では良い家柄なの？岩倉家の公家の家格は右林家に該当し、摂家、清賀家、大臣家の下に位置し、名家と同じ家格だ。
武家だと大名家に与えられる価格と同じだが、岩倉家は江戸時代に分家した臣家なので、当主が叙任される位階は高くない。そんな経緯から岩倉家は貧乏暮らしを強いられ、幕府に屋敷を提供していた金を生活費の足しにした。この環境は岩倉を強くし、岩倉は養子と公家らしからぬ振る舞いから岩吉とあだ名されるぜ。さて、嘉永6年1853年1月、岩倉は華道を学ぶため、29歳で関白高塚正道の元へ弟子入りする。関白を務めるということは、高塚は公家の中で上位の家柄なの？高塚家は公家の中で最高位の節家の一つで、正道は天皇を補佐する役、関白を長年務めていた。岩倉が弟子入りしたのは、公家の重鎮と接点を持つこと、膠着した公家社会の変革を図るなどの意図があった。国内情勢を見れば6月に、浦賀に黒船が来航して徳川幕府に開国を迫り、幕府は嘉永7年1854年3月にアメリカと日米和親条約を締結。日本は開国という国際社会の一歩を踏み出すが、国内では尊王攘夷論が勃興するなど、大きなうねりが起きていた。ついに黒船来航か。開国を決断した徳川幕府だけど、当時の天皇である孝明天皇は大の異国嫌いのはず。孝明天皇は幕府の判断に納得したの？孝明天皇は幕府の方針に納得してないが、当時は大政委任論。つまり徳川将軍家が天皇から大政、国政を委任され、日本国を統治しているという了解があった。また高塚は欧米諸国の強大さを知っており、現実的な観点から日米和親条約の締結に同意し、孝明天皇も高塚に追随して幕府に直挙を出す。ちなみに直挙とは、天皇が重要な取り決めを許可することだ。大政委任論もそうだけど、関白が影響力を持つ以上、岩倉たち下級公家に発言権はないのね。まあな。ただ岩倉は安政元年1854年に自重、安政4年1857年に天皇の側近に自する近従になるなど、地方を固めた。この背景には岩倉の妹堀川元子が、孝明天皇の内侍の嬢として寵愛されたことも大きかった。この間も幕府はアメリカと貿易のルールを定めるため、日米州交通商条約の交渉を進め、安政5年1858年に入る頃に大方の構想は定まる。この条約は日本に関税自主権がなく、外国人が日本で犯罪を犯しても日本に駐在する領事が裁判を行うなど、不平等なものだった。孝明天皇は自らの代で日本が変革することを望まず、日米和親条約の時とは違い、日米州交通商条約の直挙を出すことに強く反対。孝明天皇は2月20日に、老中主座の堀田正義へ条約調印の差し戻しを奏上する。ついに孝明天皇が幕府に反対意見を述べたと。高塚はこの状況をどう打開するの？当時の高塚は大公という立場で朝廷で影響力を持ち、新たな関白九条直忠と、幕府に任せる的な直の原文を作成。孝明天皇の反旗も虚しく、3月12日の朝議で直の内容は決まる。だが岩倉は事前に直の内容をつかみ、中山忠康、大木町三条実成、将棋仲間の中身門常行ら88名の公家と九条邸の前で、抗議の座り込みを行う。序列が絶対の公家社会でデモは危険だけど、直挙反対派の公家が多いことは、孝明天皇的には心強いかもね。そうだな。岩倉はこの流れに乗り、3月14日に孝明天皇へ政治意見書真宗万歳検索を提出し、朝廷と幕府の対等な協力体制の構築を主張。条約の調印を引き延ばし、この間に欧米諸国の研究や国内の整備を図るべきとも述べた。岩倉の行動で孝明天皇は直挙反対の立場を明確にし、3月20日に朝廷に訪れた堀田へ直挙の負荷を下す。この顛末を挺身88強烈三事件と呼び、34歳の岩倉が歴史の表舞台に躍り出た瞬間だった。岩倉は、下級公家が天皇や幕府を動かす力を持つことを証明したのか。その通りだ。直挙獲得に失敗した堀田は失脚し、4月23日に井伊直弼が大老に就任した。ただ岩国際情勢を踏まえ、6月19日に直挙を得ぬまま日米州交通商条約に調印。9月3日までにオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様の条約を締結した。5つの条約の総称を安政の5カ国条約と呼ぶぜ。また当時の将軍家定は実施の見込みがなく、幕内では次期将軍を家定と血縁関係の近い徳川義富か、聡明な一橋義信にするかで対立が起きていた。義富擁立派の曰く月から条約調印反対派、義信擁立派の藩主や志士、公家らを次々と処罰する。これは有名な安政の大獄。挺身88強烈三事件の首謀者たる岩倉も処罰対象なのでは。岩倉は下級公家ゆえに捜査の網から逃れた。
だが岩倉はこの間に危険を顧みず、京都諸子大、公家や朝廷の監視役の酒井忠明と接近し、朝廷と幕府の融和の必要性を訴える。やがて伊和安政7年1860年3月3日、岩倉が36歳の時に起きた桜田門外の変で暗殺され、幕府の権威は失墜した。伊暗殺後は久世広親と安藤信正が幕政の中心に立ち、二人は伊の強硬路線を改め後部合体路線に舵を切った。後部合体は幕府と朝廷を結びつけ、弱体化する幕藩体制の強化を図る政策。安藤たちはどんな作戦を考えたの？新たな将軍に就任した徳川家茂と、孝明天皇の妹和宮を婚姻させることだ。岩倉は和宮御降下に関する上申書を孝明天皇に上奏し、和宮の降下を認める代わりに、幕府に通商条約の破棄などの条件を飲ませることを提案。孝明天皇も岩倉の意見に同意し、上位の確約を条件に和宮降下を認める勅を出したため、幕府は10年以内の上位実行を明言し降部合体は進められた。徳川将軍は征夷大将軍。つまり異的、異民族を征伐する総大将のことであり、朝廷から列強の上位を命じられれば、幕府に断る選択肢はなかった。岩倉は幕府の痛いところをついたのね。幕府も10年以内の上位は無茶だと思うけど、幕府首脳は10年後の責任者に責任を負わせたんだな。当時の和宮は有栖川の宮たる人親王と許嫁の関係にあったが、九条関白の説得で婚約は保護となる。文久元年1861年10月20日、和宮は3万人を超える膨大な行列を組江戸に下校し、岩倉も直使として随行する。11月26日に岩倉は安藤や久世と面会し、幕府が和宮を利用し孝明天皇の廃邸を企んでいるという、江戸市中の噂を唐突に質問。安藤は噂を捏造と伝えるが、岩倉は噂が存在すること自体が不服とし、将軍徳川家茂の直筆による聖書を朝廷へ提出するよう主張した。異論はあったが、家茂による聖書は12月13日に提出された。ほとんど岩倉の言いがかりだけど、徳川将軍による朝廷への聖書なんて書いたら、朝廷と幕府の力関係は完全に逆転するんじゃ？鋭いな。岩倉は後部合体を主張しつつも、実際は朝廷を幕府より優位な立場にすることを目指しており、和宮降下は布石の一つに過ぎない。聖書の提出で朝廷と幕府の立場は逆転し、孝明天皇は文久元年1861年2月に、勲功の段官越すと岩倉の功績をねぎらった。やがて岩倉は、後部合体を大義名分に幕府に影響力を持とうとする薩摩と接近。薩摩藩主島津茂久の父久光は藩兵を連れ江戸に向かい、幕府に改革を迫ろうとするが、道中の文久2年1862年4月に京に立ち寄った。これは教科書でも習う文久の改革。岩倉は文久の改革にも関与したの？ああ。5月に薩摩藩の大久保一蔵は岩倉と面会し、岩倉に直使として江戸に同行してほしいと伝える。だが岩倉は家茂に聖書を書かせたことで幕府に警戒されていると考え、強胆と名高い供養大原重富を派遣させる。文久の改革の経過は大久保の動画に委ねるが、大久保は幕府に自らの要望を飲ませることに成功した。大久保と岩倉の行動で幕府はさらに弱体化し、朝廷や戸様大名の影響力は増したと。ああ。ただ岩倉が後部合体に奔走する様は、旗目からは砂漠派、つまり幕府寄りの行動をしているように見えていた。8月16日に三条実富ら尊王攘夷派の13人の公家は、岩倉ら6人の公家や内志之助を士官に品と断罪する文書を新たな関白近衛忠広に提出。岩倉は孝明天皇にも砂漠派と疑われ、8月20日に蟄居処分、さらに時間と出家を命じられて朝廷を去る。岩倉は10月に洛北にある偏僻な岩倉村にたどり着き、粗末な家で住むことを強いられた。岩倉の行動は朝廷の権威向上を目指したもの。その真意は尊王攘夷派の人には伝わってないのね。そうだな。ただ列強の脅威が国内に浸透する中で、過激な攘夷論は下火になる。蟄居から3年が経過した慶応元年1865年、41歳の岩倉は政治活動を再開し、秋に意見書である総理名無視を執筆。岩倉村には様々な考えを持つ志士が訪れ、岩倉も国内外の情報は把握していた。同時期の10月5日には、一橋義信が孝明天皇から安政の5カ国条約の直許を得るなど、朝廷と幕府の関係性に大きな変化が起きている。異国嫌いの孝明天皇がついに直許を認めたのか。義信の手腕は見事ね。ああ。岩倉が義信を警戒するのは当然として、未だ改革が進まずに義信頼みの朝廷にも強い危機感を抱いた。
慶応2年1866年7月20日に将軍家茂が崩御すると、岩倉は8月30日に大原ら22人の公家を御所に押しかけさせ、朝廷の改革を訴えさせる。これは帝辰22強烈3事件と呼ばれるが、孝明天皇は22人に謹慎などの処分を下し、幕府との公武合体路線を遵守した。12月5日には一橋義信、いや徳川義信が新たな将軍に就任するが、義信に将軍就任を促したのは孝明天皇だった。義信は勤王精神が厚く孝明天皇を信頼し、孝明天皇も自らが義信の後ろ盾になることを望む。だが、どうしたの？義信が将軍に就任した20日後の12月25日、孝明天皇は崩参35で崩御する。死因は現在では天然痘が有力も、タイミングの良さゆえに当時は暗殺説が囁かれた。孝明天皇の内侍の嬢である岩倉の妹堀川元子が、岩倉の命で一服持ったという説もあるが、彼女も当時は岩倉同様に出家中。岩倉村にいた岩倉は孝明天皇の抱擁を知り、無用の極みに至れりと心境を吐露した。岩倉は孝明天皇の影響力を背景に、朝廷の地位向上を画策していたはず。当時の朝廷に孝明天皇以上に影響力のある人物はいないし、岩倉が孝明天皇を暗殺する理由はないわ。ちなみに次の天皇には誰が戦争するの？慶応3年1867年1月9日、岩倉が43歳の時に孝明天皇の第二皇子睦仁親王が、わずか14歳で戦争する。彼こそが後に偉大なる君主と呼ばれる明治天皇だ。また若年の天皇を補佐するため、二条成行が摂政に就任するが、彼は義信のいとこであり、幕府寄りの人物だ。義信は孝明天皇という後ろ盾を失う代わりに、異国嫌いの孝明天皇の方針に配慮する必要はなくなる。義信は諸藩や朝廷の権力を削減して、幕府を頂点とする中央集権国家の構築を目指し、慶応の改革と呼ばれる政策を実施した。義信は長州藩の領袖木戸孝允から、家康公の再来と言わしめた男。朝廷の地位向上を目指す岩倉にとって、義信の台頭は歯がゆいところね。その通りだ。岩倉は3月29日に追放解除の知らせが届くが、表立って政治活動はできなかった。同じく義信を警戒したのが、公武合体を大義名分に幕府で影響力を行使しようとした薩摩藩だ。兵庫の開港問題や朝敵になっていた長州藩の処遇を定めるため、義信や島津久光、前土佐藩主山内陽道ら5人による思考会議が5月に開催される。この会議は公武合体を体現したもので、薩摩藩の大久保が発案したが、会議の場で義信は驚異的な粘りで会議を主導。大久保、西郷隆盛、家老の小松立脇は義信が将軍である限り、薩摩が幕府で影響力を強めることは不可能と直感し、幕府自体を崩壊させる方向に舵を切る。確か大久保と岩倉は、過去に文久の改革で結束した中。今回も二人は手を組むのね。ああ、10月6日に大久保は長州藩士の品川や次郎と岩倉の元を訪れ、朝廷が政治の中心となる政府を作り、義信を将軍の座から引きずり下ろすための策を練る。10月14日に、大久保と長州藩士の広沢実臣は扇町三条実成から、倒幕の密勅を受け取った。倒幕の密勅には義信の討伐命令が明記され、明治天皇の帝臣たる中山忠康、扇町三条実成、中野帝常行の署名があった。討伐の密勅。若い明治天皇や砂漠派の二条が義信討伐を命じるとは思えないけど、本当に密勅は本物なの？倒幕の密勅は二条を含めた大上官の主要構成員の署名がなく、天皇執筆によるかの文字がないなど、怪しい点が多々あった。密勅は岩倉の側近玉松美沙夫が起草したとされ、倒幕の大義名分を得るための義勅とされる。密勅を受け取った大久保ら薩長の藩士は、義信の武力討伐を行うことを誓うが、同時期に義信はある決断を行った。まさか、ああ。倒幕の密勅が可視された同日の10月14日、義信は山内陽道の進言を受けて大政奉還を行い、約260年ぶりに政権を朝廷に返上した。義信が大政奉還を行ったのは、薩摩や岩倉の不穏な気配を察知しただけでなく、政権を朝廷に返上しても朝廷には政治を行う力はなく、今後も徳川将軍家が政治の実権を握れると確信したためだ。大政奉還を経て義信征伐は中止となり、中山、扇町三条、中野帝は倒幕の密勅の中止の沙汰書を出した。やはり義信は一枚岩手ね。大政奉還も行われた以上、岩倉の作戦は失敗か。
いや直の審議はともかく、一度直さえ出れば武力倒幕の大義名分を天下に公表できる。岩倉と大久保はクーデターを断行するため、倒幕の密直に加担した公家、土佐藩や福井藩らご藩の重臣たちと会合を重ねる。そして12月9日早朝、ついに岩倉は朝廷の使者から蟄居と出家が命じられた。午前10時に岩倉と大久保は御所の御学問所に参内し、その後で西郷を率いる薩摩軍は、会津桑名の藩兵を排除して御所の門を封鎖。岩倉、中山、大木町三条、中野帝の4人は御学問所にいる明治天皇に王政復古の宣言文を上奏し、天皇が王政復古を宣言する形で新たな政府が発足した。王政復古の大号令により、慶喜の将軍職辞職を勅許、京都守護職、京都諸子大の廃止、幕府の廃止、摂政関白の廃止、新たに総裁、議場、参与の三職を置く、ということが決まる。18時から天皇臨席のもと、三職たちを交え小御所会議が開催される。参与となった岩倉や大久保は、慶喜の内大臣辞任と幕府領の全能、いわゆる時間のうちを主張した。王政復古の大号令。こんな横暴が許されるのかしら。確かに列席者の中には岩倉を批判する者も多く、山内陽道や福井藩前藩主の松平俊学は、慶喜も会議に出席すべきと主張。陽道が2、3の公家が幼虫なる天使を要して、陰謀を企てたものではないかと質問すると、岩倉は今日の今日は、ことごとく天使様のお考えのもとに行われている。幼き天使とは何事かと一喝した。岩倉の短歌は後世の創作が濃厚だが、会議を経て時間のうちは決定し、徳川将軍家は400万石のうち200万石の没収が決まる。だが陽道や俊学以外にも時間のうちは横暴と主張する声は多く、16日に慶喜の議定就任が決まり、23日には時間のうち自体が白紙に戻りかける。クーデターを断行した岩倉たちだけど、すでに形勢は逆転したわね。いや12月24日、西郷が江戸に放った刺客が乱暴狼藉を働き、江戸は恐怖に包まれる。旧幕臣内に勃興した開戦論を背景に、慶喜は旧幕府軍の進軍を認めた。慶応4年1868年1月3日、山城の国鳥羽伏見で旧幕府軍と新政府軍による武力衝突、戊辰戦争の前哨戦である鳥羽伏見の戦いが勃発したぜ。旧幕府軍の進軍を知った新政府は1月3日に緊急会議を開き、大久保は開戦に応じることを岩倉に提言。当時の岩倉は議場の立場にあり、大久保の説得に応じて開戦に同意した。鳥羽伏見の戦いに勝利したのは、新政府軍だな。新政府軍は戦いの最中、天皇から官軍の大将に与えられる錦の御旗を掲げ、旧幕府軍を朝敵に仕立て上げる。錦の御旗の半数は、岩倉の側近玉松がデザインし、大久保の目掛けを優に折らせたもので、朝廷から実際に与えられたものではない。だが勤王精神が人一倍強い慶喜は、自らが朝敵になったことに動揺し、1月6日に大阪城を脱出して江戸に戻り、自ら謹慎処分を受ける。戊辰戦争は新政府軍の勝利に終わり、慶喜は後に赦免されるが、趣味に没頭する日々を送り、政治的野心は持たなかった。岩倉や大久保は議直で倒幕の大義名分を作り、若い明治天皇に王政復古の大号令を宣言させて新政府を作った。さらに旧幕府軍を挑発して武力衝突を引き起こし、慶喜を朝敵に仕立て上げたと。やり方がえげつないわね。勝てば官軍というやつだ。さて、今から動画は明治維新期の日本の動向に移るが、当時の政府は何度も再編が行われ、岩倉は常に重要な立場を任された。新政府は天皇を中心とした近代国家を樹立するため、様々な政策を行うが、岩倉が心血を注いだのが朝廷、いや皇室の改革だ。当時の天皇は御所から出ず、公家や旅館に囲まれ社会と隔絶した生活を送っており、他の列強の元首とは大きな隔たりがあった。天皇が国際社会でも通用する人物になるには、旧来の勢力から離れるべきでは。ああ、岩倉たちは戦闘を考え、8月27日に明治天皇の即位の礼が行われた後、岩倉や中山ら3300人の一行は明治天皇に随行して9月20日に都を出発。10月13日に江戸城は東京城と宣言され、翌年10月24日に皇居は東京に移り、明治政府は旧来の公家勢力の影響力を削いだ。一方で岩倉は公家の資質を高めるため、公家の宿直の制度を廃止するなどの改革を行い、学問に励む時間を確保させた。また明治2年1869年6月、岩倉が45歳の時に土地と人民を朝廷に返還するため、版籍奉還が行われるが、岩倉は版籍奉還に賛同する意見書を提出する。
着実に明治政府は天皇を中心とした国家体制を構築してるわね。ただ皇室が変革する以上、公家たちも時代に合わせて変わる必要があるわ。ああ、実は版籍奉還が行われた同日、半径上の価格の公家や元藩主の家柄のものは家族に改められており、ウリン家の岩倉家も家族となる。家族は皇室の近親にしてた身の模範たるべき存在として創設されたが、彼らは公家か武家かで生活様式も考えも異なり、この時点で明確な役割を果たせていない。また明治4年1871年7月に大久保や西郷、木戸の主導で廃藩置県が行われ、藩が廃止されると、紀藩士、いや旧藩主は家族として東京に召集された。ちなみに廃藩置県にも岩倉は賛同し、廃藩置県を断行するための対抗勢力として、天皇直属の御新兵を作るという意見に同意した。廃藩置県は地方統治を藩ではなく、中央直轄の県や府に委ねる行政改革のこと。明治政府が絶対に遂行したかった政策ね。詳しいな。また廃藩置県断行の同月に明治政府は、西院、西院、ウィンの3院と外務省以下8省からなる大上官を設置し、岩倉は外務卿に就任する。西院は天皇を直接補佐する政府の最高機関で、上である太政大臣に三条実富が就任すると、岩倉は右大臣も兼務して三条の補佐に当たった。当時の皇室の官職の順位は、太政大臣、左大臣、右大臣であり、岩倉は亡くなるまで右大臣の任を務め続ける。そんな岩倉は10月8日に特命全権大使として、欧米出張を命じられた。この出張は有名な岩倉使節団。視察は信州万歳検索以来の岩倉の悲願だけど、なぜ政府はこの時期に使節を派遣したの？幕末に締結した日米通商修好条約の改正交渉と、各国の元首に国書を提出するためだな。この条約の両国間の交渉期限は1872年7月までで、期間は間近に迫っていた。ただ政府もすぐ改正が可能と考えておらず、日本が近代化を果たすまで条約改正の交渉期間を延ばしてほしいと、各国に打診する意図があった。岩倉は使節団の全権となり、福祉に木戸と大久保、長州藩の伊藤博文、佐賀藩の山口直義が選ばれた。使節団には山川捨松や津田梅などの5名の女子留学生も含まれ、留学生は各地で多くの学びを得て、後の日本に多大なる影響を与える。107名の使節団は11月に横浜港を出発し、12月6日にアメリカに到着する。使節団の条約交渉は成功するかな？いや、国務長官ハミルトン・フィッシュは条約交渉には国の元首、つまり明治天皇の委任状が必要と述べ、木戸や大久保が一度帰国する事態も起きている。最終的に条約交渉は中止となり、岩倉たちの任務は海外視察が主になる。岩倉は視察を通じ、日本と列強の国力差やキリスト教に対する理解不足を知り、条約改正のためには日本の近代化が急務と悟る。帰国後に岩倉は日本鉄道会社の設立に尽力するが、理由は鉄道が国の繁栄に不可欠と考えたためだ。ちなみに施設出向の2ヶ月前に断髪令が出されている。岩倉は大和魂を重視し視察中も曲げとは服姿を貫いていたが、留学生だった息子友貞の説得でシカゴで断髪している。海外視察は、岩倉の価値観に大きな影響を与えたのね。てか使節団には政府首脳も多いけど、国内の政策は大丈夫なの？岩倉使節団派遣中は、三条や西郷ら留守政府が一連の政策を進めていた。ただ明治6年1873年、岩倉が49歳の頃から留守政府では李首長選への出兵、つまり政官論が勃興し始めた。9月13日に岩倉は帰国し、一足先に帰国した木戸や大久保と同様に、国内の整備が急務として政官論に反対する。双方の板挟みにあった三条が10月18日に倒れると、右大臣の岩倉は太政大臣代理となり、10月22日に天皇の祭壇をもって、西郷の李首長選派遣を中止させる。結果的に西郷や江藤などの3人、西郷を信奉する近衛兵の多くが明治政府を去るぜ。この顛末は授業でも習う明治6年の政変。西郷の信奉者や、政府を批判する者の不満は残留した政府の重鎮に向きそう。鋭いな。明治6年の政変を経て、国内では不平士族による反乱が頻発する。明治7年1874年1月14日夜、公務を終えて馬車に乗り帰宅中の岩倉は、赤坂区市街坂で高知県士族9人に襲撃される。岩倉は軽傷で翌月に公務に復帰するが、この期間に元参議の江藤新平が佐賀の乱を起こすなど、国内では不穏な気配が立ち込めた。5月には台湾出兵に反対した木戸も参議を辞任し、政府の政策は停滞する。
内務省の長として政府で頭角を現していた大久保は、明治8年1875年2月に木戸や板垣退助と大阪で会談を行い、今後の政府の方針を話し合う。4月11日には木戸と板垣の政界復帰とともに、立憲政体の詔書が出されるぜ。立憲政体の詔書は、段階的に立憲政体を日本に導入することを宣言したもの。日本が近代国家の仲間入りをするには、議会の導入や憲法の制定は不可欠だし、岩倉も詔書に賛同したの？いや、岩倉は公家出身ゆえに保守的な一面もあり、国体一変の恐れがあるとして、詔書に反対の立場を示す。当時の岩倉が取り組んだのは、自らの役割を理解しきれていない家族の意識改革で、岩倉は明治9年1876年4月、53歳の時に家族会館の館長に就任。家族会館は家族の親睦目的に設立されたが、書籍局や講義局も設置され、家族が国民の規範や皇室を支えるために切磋琢磨するための場という意味合いもあった。家族と聞くと特権階級のイメージがあるけど、実は本来の役割があるのね。その通りだ。岩倉は将来的に議会が開かれた時に、家族が欧州の貴族のように上院の主要な構成員として、急進主義の防波堤や社会秩序を保つ存在になることを望む。岩倉は会館に部長局を設置し自らが特部長となり、全家族を家族会館の組織に組み込むために奔走する。家族懲戒令を制定させて家族の品位を汚した者を処罰させる一方、家族の財産保護のため、明治10年1877年5月に第15銀行を設立させた。ただ第15銀行の恩恵を受けたのは公家出身の家族であり、一連の厳しい組織化運動は、松平春嶽などの武家出身の家族から批判されるぜ。岩倉も銀行の恩恵を受ける以上、公家家族寄りの政策と思われても仕方ないわ。そうだな。一連の批判を経て11月に部長局は廃止され、岩倉は12月に家族館長を辞任する。気づけば王政復古の大号令から約10年が経過し、政府の中で影が薄くなりつつあった岩倉だが、再び存在感を発揮する事態が起きる。それは維新三傑の相次ぐ死だ。木戸は同年5月に病死し、西郷は西南戦争の名手に担がれた末に同年9月に自決。大久保は明治11年1878年5月に、清居坂で不平士族に暗殺されている。維新三傑は明治維新から10年で全員がこの世を去ったのか。彼らの死は日本に大きな混乱を与えそう。ああ、大久保暗殺から2日後、元田長真天皇の補佐指導の任にあった自保勢力が、明治天皇に天皇神聖の必要性を訴え、政府に天皇の閣僚会議臨席を求めた。明治天皇も、明治6年の政変や西南戦争などの混乱を経て君主の自覚に目覚め、天皇神聖に意欲を燃やし始める。だが岩倉は政府の第一線に立ち、日本の近代化と皇室の発展に尽くした男。天皇が君主の自覚に目覚めたことは喜ばしいが、政策の決定権は天皇ではなく、国内外の情勢を把握している政府にあると考えていた。また自保は宮内省に置かれた役職で、岩倉は越権的に政府に要求を行う自保勢力に、強い警戒感も抱き始める。ということは、ああ、岩倉は天皇の決裁が可視化しやすい制度を整えつつ、明治12年1879年10月に自保を廃止した。ただ岩倉は明治天皇が元田を信頼していることを踏まえ、元田を宮中に留め置いて、内閣と天皇の仲介役を担わせる。岩倉は元田の行動を警戒しつつも、彼が国を思っていたことを評価したんだな。話を進めると西南戦争を経て武力による士族反乱は終わり、政府に対する不満は国会開設や憲法制定を訴える方向に変化する。岩倉は明治14年1881年6月、58歳の時に法務官僚の井上小足から憲法の在り方を具申され、憲法の必要性を理解した。保守派の岩倉もついに憲法の制定に同意するか。それは良いけど、問題はどの国の憲法を参考にして日本の憲法を制定するかだわ。岩倉は伊藤博文によるドイツ憲法を規範とした憲法に興味を持つが、理由としてドイツ憲法は議員内閣制を取らず、君主の体験が強い特徴があったためだ。大隈重信はイギリス流の急進的な憲法案を起草するが、大隈は上司の伊藤ではなく、左大臣アリスが渡る人親王に先に案を見せるなどの問題行動を繰り返していた。7月26日に開拓使勧誘物払い下げ事件という事件がリークされると、国民は政府と政商の癒着を批判し、批判は国会開設運動と結びつく。事件の経過は別の動画に委ねるが、伊藤は事件をリークしたのは大隈と確信して大隈の政界追放に動き、岩倉も伊藤を支持した。この経過は教科書でも習う明治14年の政変。確か政府は国民人気のある大隈を追放する代わりに、
勧誘物の払い下げの中止と、10年以内の国会開設を表明した国会開設の尊則を出すことを決めるわね。詳しいな。尊則の発布を経て民権運動は過熱するが、岩倉の心境は複雑だった。岩倉は全身的な形で立憲政体を導入したいと考えており、過熱する民権運動の勃興で、国体が一変する危機感を覚える。1878年に各府県に議会を設けることを明記した府県会規則令が制定されているが、岩倉は危機感から明治15年1882年8月に府県会中止意見書を提出。まあ岩倉を支持する声は少なく、政府は府県会を廃止ではなく統制する方向に舵を切るがな。憲法の必要性を知ったとはいえ、岩倉は時代から取り残されていたのかな。かもな。岩倉は11月に皇室の儀式や日本古来の伝統を調査する機関として、内規取調べ局の開設を提言する。明治16年1883年1月には、伝統的な皇女領族の存続を願い、京都皇宮保存に関する意見書を提出するなど、日本古来の精神を重視すべきと声を上げた。晩年の岩倉の行動は、立憲政体の導入で日本の価値観が変革する前に、日本古来の伝統や精神を守るためだったのかもな。さて、幕末から明治に至るまで、複雑な政局を生き続けた岩倉にもその時が訪れる。その時、ああ、岩倉朋美は明治16年1883年7月20日、咽頭癌により59歳で死去する。岩倉は日本で初めて癌告知を受けた人物であり、年始めから体調は悪かった。政界を見れば昨年3月から伊藤博文が憲法調査で欧州に派遣されており、岩倉は伊藤の帰国を待っていたが、願いは叶わなかった。大河ドラマ青天を衝けでは孝明天皇の幻影を見て光り輝きながら亡くなったが、実際は伊藤に届ける遺言を参議の井上薫に託して亡くなる。遺言内容は記録に残っていないが、憲法による皇室の強化を願ったものと推測できる。ご冥福をお祈りするわ。幕末に志士の多くが暗殺や自決していることを思えば、岩倉の最後はある意味で平和だったと思うの。王政復古の大号令で岩倉に担がれた明治天皇だけど、明治天皇は岩倉をどう思っていたのかな。明治天皇は岩倉の体調不良を知った時、東京大学医学部教授のモルツを派遣させたほか、岩倉の死を知った時には国葬を行うよう勅令を出す。また明治天皇の使者が見舞いに訪れた時、岩倉は自力で起き上がれる体ではなく、霊装代わりに袴を布団に置き、使者を合掌して出迎えている。幕末には色々あった二人だが、二人の間には確かな信頼関係があったと思う。すでに明治天皇は風格のある立派な国の元首。明治天皇の成長の陰には、明治維新以降も岩倉が皇室や家族の改革に、心血を注いだことが大きいのね。その通りだ。さて、岩倉朋美は下級くげながら孝明天皇に信頼されて頭角を現し、後に薩摩藩と協力して倒幕を成功させる。策謀を巡らせ時に手段を選ばぬ姿勢から、黒い噂はつきまとうが、一連の行動は朝廷や公家の地位の向上を目指してのもの。保守的な一面はあるが、彼が近代国家の創設のために心血を注いだこと、明治天皇も岩倉を信頼していたこと、そのことを私たちは忘れてはいけないな。今回は岩倉朋美の生涯を解説したぜ。岩倉は下級くげながら豪胆な胆力で頭角を現し、幕末の朝廷の地位を引き上げるとともに、倒幕に決定的な影響を与えた。明治政府では右大臣となどの要職を務め、岩倉使節団の全権や明治6年の政変の収束などに奔走する。倒幕の密局から鳥羽伏見の戦いまでの過程は、まさに岩倉の真骨頂ね。岩倉が倒幕と新政府の樹立に与えた影響は大きいけど、維新三傑に比べると岩倉の人気って今一つよね。岩倉は策謀家のイメージが強く、大河ドラマの主人公に抜擢しづらい点は否めない。また岩倉を孝明天皇暗殺の黒幕と考える人もおり、様々な噂は岩倉の印象を悪くする。青天を衝けで山内孝也が演じた岩倉はコミカルだったけどね。セゴドンの笑福亭鶴瓶を含め、大河ドラマの岩倉役は割と癖が強いがな。幕末には尊王攘夷派から命を狙われ、明治維新後も不平士族や武家出身の家族から批判される。いつの時代も多方面から疎まれた岩倉だが、彼の行動を突き詰めれば、朝廷の地位向上や日本の近代化を成し遂げるためだったとわかる。岩倉が500円札の肖像に選ばれたのも、一連の功績が大きいだろうな。今回の動画で岩倉の印象も変わったし、もらった500円札は大切にするわ。
てか、岩倉以外にも伊藤博文や板垣退助などの明治の元勲も私兵に選ばれているし、いずれ彼らの生涯も解説してほしいわ。幕末から明治維新期の人物は、前半と後半で解説がガラッと変わるから、構成的に悩む部分も多いんだな。ただ近現代史の目となる部分は、この時代に存在する。感覚的には悪かもだが、伊藤や板垣、西郷隆盛などの動画も作成したいし、気長に待ってほしいぜ。以上で、ゆっくり解説岩倉智美の生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。